こんにちは、神田です。今日は、まあ、今季のね、新潟の攻撃の狙い、まあ、どうやってね、相手を崩そうとしているかっていうことを、まあ、解説していこうかなと思います。で、今後ね、新潟が、まあ、J1 昇格に向けて、まあ、こういうね、サッカーをしたらいいんじゃないのかなっていうことも、まあ、神田がね、勝手に思ってることを、今日ね、ちょっと話そうかなと思っています。まあ、あくまでも、神田が、新潟の試合を見てのことを思ってね、お伝えしますので、まあ、考え方がね、違う方も、いると思いますが、そこはね、ちょっとご了承、まあ、くださいということで、まあ、早速ね、本題に入っていこうかなと思うんですけども、まあ、相手がね、こう、442のシステムの場合で、まあ、新潟はいつもね、ビルドアップするときは、まあ、こういうね、まあ、ボードを見てもらったらわかると思うんですけども、こういう形でビルドアップをね、していると思います。で、金沢戦のように、こう、綺麗なね、442のブロックを敷いて、最近こうね、中をね、こう固めて守備をしてくるチームが多いと思います。で、その時に新潟はね、こう両サイドバックが高い位置をね、取るんですよね。で、センターバックから、こうね、サイドバックに、まあ、パスが出たら、まあ、オープンにね、パスを受けれると思います。で、その時に相手のね、サイドハーフは、パスがね、こう、ボランチ、もしくはね、サイドの選手に出されてもね、いいようなところに、こうね、ポジションを取っていると思います。で、新潟のね、場合は、ワントップのね、選手が、こう、落ちてくるんですよね。パスを受けれる位置まで。まあ、谷口選手がね、よく中盤の位置まで落ちてくる姿を、試合中ね、見ると思います。で、谷口選手が、まあ、中盤の位置まで落ちて、パスをね、受けようとしたら、相手のセンターハーフがね、こう、食いついてくると思うんですよね。そうすると、相手のセンターハーフの間が空くと言ったらいいのかな？こう、間延びした状態になるんですよね。そうすると、新潟は、こうサイドバックからワントップにパスを入れる。で、ワントップがボランチね、ダイレクトで、まあ、落としのパスを出す。で、ワントップが落ちてできたスペースにトップ下の選手が上がっていき、ここでね、パスを受ける。そうすると、まあ、バイタルエリアで、トップ下の選手が前をね、向くことができる、状況が、まあ、形、攻撃の形ができると言ったらいいのかな。で、相手のね、センターバック、どちらかがこう前に出てくると思うので、出てきた方のセンターバックとサイドバックの間を、新潟のサイドの選手、まあ、ポケットと言われるスペースに走り込んでいくっていうことを、常に狙って、新潟はね、今季攻撃をしてると思います。まあ、新潟だけではなく、まあ、どのチームも、このポケットにどう侵入していくかということを、まあ、考えながら、やっていると思います。まあ、バイタルエリアで攻撃の人数をかけて、まあ、攻撃をしたいというのが、まあ、松橋監督の狙いだと、思います。まあ、例えばですけども、相手がね、4-4 のブロックを形成して、まあ、こういうね、ボードのような形で守ってきた場合に、まあ、新潟のセンターバックから、こうね、ボランチにパスがね、出る。まあ、こういう時に、パスをね、受けたボランチが、まあ、どうするのかっていうことなんですよね。前をね、多分向けないと思うんですよ。相手の、センターハーフが2枚ついてきているので。これがね、去年、新潟がシーズン途中から相手にね、研究されて、なかなかこうビルドアップ、中盤のパスのね、つなぎの部分がうまくいかず苦しんでね、いた要因の一
つだと思うんですよね。じゃあこういう時に、どうするのか。まあ、一つの解決策としては、ボランチ一枚が高い位置をね、取りに行く。で、一枚のね、ボランチが高い位置を取ることで、もう一枚のね、ボランチが中のね、ポジションを取って、で、センターバックが前にね、ボールを持ち運んでいったら、一瞬なんですけど、ここのね、パスコースができて、センターバックからこう、ボランチにパスを出して、ワンタッチで、ここのね、ボランチにパスを出す。それか、状況に応じて、ここの選手が高い位置を取って、こっちにね、パスを出せるかもしれない。で、解説者の方が、4-4 のブロックを超えるためにね、どういう選手の動き出しをしていくのかっていうことをね、結構言ってるんですけども、前のね、ここの4枚をどう超えていくのか、まあ、どうね、突破していくのかっていうことを、言ってると思うので、まあ、今みたいな、形、攻撃のね、形をしていけば、まあ、一発でね、ここの4枚、最初の4枚の壁をね、超えていけるんじゃないのかなと思います。で、もしくは、ボランチがね、高い位置を取ることで、センターバックからセンターバックの横パスが入って、一発でね、ここの間にパスが通せる、パスがね、受けれる可能性もあるんじゃないのかなと思います。まあ、あくまでもね、これはね、神田の考えなんですけども、まあ、ビルドアップするときは、ボランチがね、一枚の方がいいと思うんですよね。相手を結んだここの三角形。ここの三角形の中にいるのが、ボランチの役目、役割だと、思うんですよね。で、ここの三角形の中で、まあ、ボランチがね、まあ、こうやって二枚いることがあんまりね、メリットがないと思うんですよね、神田は。まあ、センターバックから、パスがね、ボランチに、こう入ったとしても、まあ、どっちかがね、パスを受けても、パスを出すコースはね、変わらないと思うんですよね。まあ、左右のね、サイドバックに、パスを出すか、まあ、トップ下に出すのか、まあ、はたまた、こうね、一回、センターバックに戻すかだと思うので、ここでね、二人いる意味がないと思うんですよね。一人いれば、神田はね、十分だと思います。なので、こう、松橋監督は、シーズンスタートの時に、まあ、ここをね、ワンアンカーのシステムを使用して、まあ、インサイドハーフを2枚置くことで、まあ、バイタルエリアに攻撃のね、枚数をかけて、まあ、得点力をアップを狙っていたんだと思うんですけども、まあ、守備がね、逆に不安定になってしまい、まあ、4-2-3-1に戻したと、思います。まあ、横浜 FC もね、そうだと思うんですけども、まあ、これからね、やっぱ上位のチームは、相手にね、研究されて、いくとね、なかなか勝てないことが出てくると思うんですよね。で、長いシーズンね、戦う上で、最もね、重要なことは、まあ、神田がね、思うことは、負けないこと、連敗しないことが大事だと思うんですよね。まあ、引き分け、勝ち点1でもね、上積みしていくことって、めちゃめちゃ大事だと思うんですよね。まあ、そのために新しい戦術、システムのオプションをね、一つ二つ持っておくのか、それとも選手のね、シーズン途中の補強で、補っていくのか、まあ、この辺が監督、スタッフの手腕が、まあ、試されてくるんじゃないのかなと思いますので、まあ、今後ね、どういうサッカーをアルビレックスがね、見せてくれるのかを、楽しみにね、していきたいなと思います。まあ、今日はね、ちょっとこういった、まあ、戦術的なことをお伝えさせていただきましたが、まあ、明日もね、まあ、こういうこと、まあ、ポジション別の動画、をお伝えできたらね、していこうかなと思います。本日もね、長い動画になりましたが、最後まで見ていただきありがとうございます。それでは、また。